あとワンティアのマスターなのにリタタデスになりました。リタ多すぎるよな。日本版ハイドアウト募集した時に4月ぐらいかな、募集したのが。で実際松岡さんが働き始めたのはてか、まあちゃんとハイドアウトして指導したのが9月だから5ヶ月ぐらいあったんだよ。ちゃんとそのチーター撲滅活動が始まるまでまだ募集もしてないし、まあハイドアウト増やすかも決まってない状況だから、まあ5ヶ月以上は多分この番っすね。今まで通りでいくとお城条件も結構優秀な人取ってる感じだったから、すぐにも集まんないかもね。あと日本的に言ったら、まあそもそもの人口が CS だから基本的に、まあ、7割ぐらいは多分そうだと思うんだけど、でそっからさらに上位絞り込んだら多分もう 0. 何パーセントとかもう全然少ない被害だと思う。被害人口で言ったらこれのためだけにチーター対策をするか労力をかけて、かつ金もかかるって考えたらやっぱ動きづらいよな。チーター対策をして運営が得するかだよね。本当にかけた金以上得があるかどうか、まあないっすねまあないっすね。あんまり時間もかかるし。ファイヤー